では呼んでいきましょう。この後8時からは内田有紀キャスターです。おはようございます。この後8時からウェザーニュースライブサンシャインをお送りしていきます。担当は内田有紀です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ユッキーの得意なフリートークの話題ってどういう分野ですか？得意なフリートークの話題ですか？結構オープニングトークとか私たち話すじゃないですか、はい、うんうん、そうですね、3分ぐらい、はい、どんな話題が多いですか？どんな話題が多いかな。結構食べ物系？あー、それで言うと、うん、まあ、例えば、まあ、季節のイベントの時もありますし、あとは何の日か、何の日シリーズね。何の日シリーズは、何の日シリーズがさ、苦しい時ってないですか？はい、ありますね。あります。何もちょっと何も広がんないよっていう時は、はい、ありますね。ああいう日はもう最近の出来事を振り返って、うん、っ何かあったかなって、あったかなってありますよね、はい、もうちっちゃいことでも頑張って広げようって。やっぱり私も、まあ、最近というかキャスターになってから、はいはい、日常の些細なことでも、うん、そうですよね、なんかね、忘れないようにメモしたりとか、えらい、なんかむしろこうネタを作るために、うん、努力してます ね、うん、なんかそうなってきますよね。今日串のネタだったんですか？そう、串のネタ、串、着地点が、着地点がなかった。串、私もこう9月4日の日、うんうん、串の日、うん、って思いました。串で話せること何かあったかなって、ね、でもそれにチャレンジしたところがすごいな、うん、挑戦、チャレンジ心を込めてくださいありがとうございます。そんなね、はい、中なんですけれども、はい、リポートで、うんうん、はい、フォローいただきまして、はい、こちらの方から猫ちゃんがね、かわいい、ブラッシングの様子が届きました。動画なんですね。可愛いですよね。気持ちよさそう。この串ならネタ広がりますね、うん、あ、そうですね。なんかこうふさふさ、ね、気持ちよさそうですね、かわいい。マッサージしてくれてるような気分なんですかね、うん、そうですよね、人間で言うと、きっとね、もう本当に癒されている表情、もうされるがままな感じが可愛いですよね。可愛いですよね。ユッキーはワンちゃん、猫ちゃんは飼っていた経験は？いや、飼っていたことないんですけど、うんうんうん、好きなんですけど、うん、触れないんですよ。そうなの？はい、なのでこうやってリポートいただくじゃないですか、はい、うん、もうそれで大満足してます。そうなんですね。触れますか？え、どっちもですか？そうですね、こう猫ちゃんはそんなに近づいてこないじゃないですか、うん、でもたまにこうキャッて、ああ、そういうこと？来るのが怖くて。アレルギーとかじゃなくて？全然もう万全です、体調は。コンディション的にはバッチリなんですけど、あとは自分の問題、自分の問題 で、 あ、 そうなんですね。あとワンちゃんは結構こう駆け寄ってきて、あ、確かにワンワンワンって、そうじゃないですか、うん、でクン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 、うん、それがもう口元がここにあるだけで、うん、噛まれるんじゃないかと怖くて、絶対なるほど、長いズボン履いてないと近寄れないです。なるほど、守られてないと。おとなしい牛が好きなの？それもあるかもしれない。牛さんは噛まないんですよ、うん、私の経験上。噛まない？噛まないです。噛まない。あ、うん、噛えないです。牛飼いたいかなって。いや、友達が、うん、農家のお家で、そこでは飼って、うん、で遊びに行ったことがあって、あ、いいですね、でこうやって手を差し出すと子、うん、牛がこう、ね、ペロペロしてくれて、それぐらいがちょうどいい、ね、そうなんです。そんな駆け寄っても来ないですし。なるほどね、ユッキーの牛好きの理由がまた一つ、はい、そうなんですよ、はい、それがあって。ゆいちゃん飼ってましたか？私牛、え、いやいや違う、ワンちゃんも猫ちゃんも飼ったことないんですよ。どっちもないですか、うんうん、でも好きです。可愛いですよ、ね、ですよね。いや、それはごめんなさい、グダグダになっちゃいましたけれども、はい、この後8時からサンシャイン始まります、はい、ちょっとこう雨の範囲としては東日本の強まりっていうのも心配になりますね、うん、はい、そうですね、未明から明け方にかけては西日本のあたりで強まっていたようですが、はい、この後は東日本での雨の強まり注目となりそうです。時期を追っていきたいと思います。また今日もなかなか日中でも気温が上がりにくいところがありますので、うん、はい、気温の変化と、そしてまあサンシャインの時間帯ということで、お洗濯情報もお伝えしていきたいと思います、はい、はい、ではこの後サンシャインよろしくお願いします。
ここまでウェザーニュースライブモーニングご参加いただきありがとうございました。さあ週末皆さんもゆっくりと過ごしていただければと思います。体感の変化にも気をつけてお過ごしください。それでは良い土曜日を。そしてこの後はコーヒータイムのお時間です。次のキャスターさん呼んでいきましょう。直子さんよろしくお願いします。こんにちは。この後11時からのウェザーニュースライブコーヒータイムを担当する角田直子です。皆さんよろしくお願いします。直子さんよろしくお願いします。もう9月にも入りまして、はい、皆さんの報告、体感の報告も涼しいというのが増えてきましたし、はい、あの報告の判例も変わっているんですよね。そうですね、今日から、はいはい、なんだか爽やかな水色になってますよね。はい、そうなんですよ。はい、まあ、だんだんとこう体感や食べ物などで秋を感じられている方も増えているようなんですけれども、はい、沖縄は結構感じにくいそうなんですよ、季節の移り変わりを。あ、そうなんですね、うん、コメントでいただいておりまして、まあ、ただそんな中でこれを食べる時が季節の変わり目を感じられる。そうなんです。これドラゴンフルーツじゃないんですか。そうです。秋のイメージありますか。え、わかんない。なかなか食べるらしいんですよ。ドラゴンフルーツ私結構大好きでよく食べます。あ、そうなんですか。はい、へえ、売ってますか。売ってないんで取り寄せたり。どこさんが多いんですか。どこさん、まあ、沖縄本島もあるし、へ、結構先島の八重山の方とか。へ、私 ね、 結構パッションフルーツとドラゴンフルーツが好きなんですよね。なんだかこう結構違いますよね、似てるようで。味全然違いますよね。そうですよね、トロピカルフルーツで、ね、うんうん、くくりにしちゃってましたけれども。そうですよね、結構パッションフルーツは酸味と、うん、あとプチップチッっていう感がありますけど、ちょっとドラゴンフルーツ控えめなプチですよね。そうですよね。あ、でも確かに、うん、あの真夏に取り寄せた時は、はい、うん、パッションフルーツでしたね、はい、そのドラゴンフルーツ。へー、あ、なるほどね、秋だからあんまり見つからなかった。だから今からのシーズンがすごい美味しいのかもしれないので、ちゃんとシーズン知らなかった。なおこさんの好きなドラゴンフルーツも美味しくなるかもしれないですね。これから美味しいんですね。面白い、これで季節感じるんだ。そうらしいんですよ。なんだかこう夏な感じが色味でもしますね。するんですけど、秋らしくて、なかなか食べたこともない方もいらっしゃるようですが、結構優しいお味ですよね。ドラゴンフルーツは優しいですね。こう私まだこう美味しい、もっと食べたいというところまでいけてないんですけど。あ、結構でも、うん、個体によって味が違うかもしれない、うん、まあ、フルーツ、果物ってね結構そういうもの多いですけれども、うん、うん、私はその違いでいっぱい食べたくなります。え、何個も食べるんですか。何個も食べたくなっちゃいますね。だいぶ好きですね。今のちょっと薄めだったからもう一個食べる。あ、濃いめが次薄めの食べたいです。あ、結構ドツボにはまるんですね。美味しいですよ、癖になる感じ、ね、癖になるんだ、うん、切り切ってこうスプーンとかで食べるんですか。あ、そうですね、スプーンとかで食べたり。じゃあキウイみたいな感覚で。そうそうそう、それが一番楽で。確かにたくさん食べられる、楽でいいですよね。いや、ちょっとなかなか自分で買って食べたことがなかったので。美味しいですよ。私も沖縄の方の気分になって秋を感じて、はい、見たいと思います。確かに昨日服装調査をアフタヌーンの時間、昨日のアフタヌーンの時間やったんですけれども、はい、秋服デビューしたっていうね質問で、沖縄の方からはそもそもデビューしないっていう。そっか。そうそうですよね、夏服のままで、うんうん、ちょっと寒くなったら多分パーカーとか羽織るくらいなのかなと思って。確かに結構秋服が着る機会がないんですね、うん、あんまり季節感じにくいのかもしれないので、こういったフルーツで感じられているということなんですね。まあ、ただこの辺りではちょっと昨日と比べると気温上がってもまだちょっと肌寒さあったりしますよね。あ、この辺り、この辺り、はい、この辺りです。この辺りじゃない、あ、この辺りじゃないです、ごめんなさい、幕張など関東周辺。、はいはい、そうですね、はい、ちょっと今日はね、うん、あの個人差も、ね、そうですね、そうですね、はい、外でこう風が吹くとひんやりするんですけれども、うん、はい、動くとねちょっとムシッと感じる方も出てくるかもしれないので、はい、服装で調節してください。はい、いや、その気温も注目ですけれども、はい、雨も結構ね一部では強まっているの で、ね、はい、雨雲の動き、雨の変化もしっかりと追っていきたいと思います。はい、ではこの後のコーヒータイムよろしくお願いします。よろしくお願いします。
ここまで3時間はウェザーニュースライブサンシャイン内田由紀がお送りしていきました。現在は近畿や東海のエリアで雷を伴い雨の降り方強まっているところがあります。この後も今降っていないところでも降り方強まる恐れがありますので十分お気をつけください。では皆さん過ごしやすい体感にしてこの後も良い土曜日お過ごしください。この後14時からはウェザーニュースライブアフタヌーンです。アフタヌーン担当のキャスターさんお呼びしていきましょう。今日は白井ゆかりキャスターです。こんにちは。この後14時からウェザーニュースライブアフタヌーンを担当いたします、白井ゆかりです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いや今日も秋らしい体感になっていますけれども、うん、そうですね、秋の気分になって、うん、ゆかりさん今日は秋カラー、あ、今日コーディネートですね。昨日もその話したもんね。うん、今日は、うん、モカカラー、モカカラーですか。ありがとうございます。いや本当にこうもう気分が秋なので、うん、今日私も家でお洋服選んでいて、うんうん、一回なんか結構爽やかなブルーの色をとって、うん、爽やかなブルーと白のパンツでいこうと思ったんですけど、いいですね、なんかちょっとでも、ね、春っぽいなと思っちゃって、うん、結局カーキっぽい色の服着替えたんですよね、うんうん、なんだろうね、やっぱ季節でこんなに色をねこう変化して楽しみたいって思うのって日本人あるあるなのかな、どうなんでしょうかね、どうなんだろう、皆さんどうですか、ね、季節感が昨日服装アンケートを行った時に、うん、海外の方からもツイッターのコメントを来てて、うんうんうん、なんか秋がないので残念ですっていうのコメントもあったりして、そっか、ってなるとやっぱ服装もね、うん、あんまりこう長袖というか秋服っていう概念がないかもしれないよね。そうなんですよね、うん、そうなんだ、それこそ、ね、沖縄の方からは、うん、秋服デビューしないってそっか、そうだね。でも秋服デビューしなくていきなり冬服になるってこと？多分そういうことですね。間がないってことなのかな。半袖の T シャツとかでずっと過ごしてて、うん、寒くなったら何か羽織るんじゃないですか。羽織るのかな。あ、長袖はないんだ。半袖の上にこう、うん、上着を羽織る感じになるんですかね。でたまにいますよね。真冬でも脱いだら半袖 T シャツみたいな人いますよ。え、います？いる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 んですよ。なんだろうな、もう本当にものすごいダウンを着て、もうこれで、うん、あ、そうそうそう、友達がその服装してたんですけど、はい、これで南極行けるっていうくらいのダウンを着て、もこもこの、そう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 、これで南極行けるんだって言いながら下半袖でおいおいおい、南極行けないよ。でも確かにそういうそれくらいのこうダウン、うん、厚着の上着を着て下は半袖、うん、厚がりの方だと、うん、屋内入ると一気に汗かいちゃうから、ね、半袖がちょうどいいのかもしれないですね、中は。で極端すぎません、宇野沢さんって宇野沢さんの話でした今、もしかして宇野沢さんだったかも。面白い、服装の話は盛り上がりますね。あ、そうだ、今日調味料の話したんだった、はい、ゆかりんさん、カツに何かけます？カツ？とんかつとか串カツとかの調味料って何ですか？お、ソース？ソース？ソース？やっぱりソース、ソースが圧倒的人気でした、うんうん、あ、そうだよね、え、うん、あと他は？何が？私はね、結構からしとか？やっぱからしって人気なんだ。私、からしってカツにかけたことなくて、かけるというか、つける感覚だよね。私、塩派なんですよ。塩？岩塩とかで食べる。あ、ステーキみたいな感覚だ。ステーキみたいな感覚です。揚げ物も結構全部塩が好き。あ、天ぷらとかはね、塩とかが美味しいよね、うん、カツはね、からしですね、私は。うん、からし定番なの？私だけ知らなかったの。からしは結構定番な気がする。あとおろしポン酢とかも結構人気でした。あ、うん、まあ美味しいね、それは和風な感じですよね。さっぱりしてていいですよね、うん、美味しい美味しい。西はつけないの？どうなんですか、西の方 つける？私からしをつけてる、つけるっていうの知らなかった。え、からしのエリア性気になってきた、ね、出るのかなね、ちょっとからしの日、からしの日って多分ありますよね。いや、あるんじゃない？あると思う、からしの日。からしの日、皆さん聞きたいな、うん、思
いま す, 来年7月16日か終わったばっかりなんだ。終わったばっかだ。来年だ。奈良でもつける？あ、じゃあ私だけかもつけないの。ソースからしがやっぱ多いんじゃないかな。へえ、そうなんだ。お弁当にもついてくるけどつけない。うん、高松の方はつけない。私もつけたことないな。あ、ごまもね多いよね。いや、皆さんたくさん引き続きコメントありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ではリポートをご紹介していきたいと思います。はい、こちらは福島県の下郷町からのリポート。蕎麦の花が満開ですといただきました。あ、いいよね。すごい、蕎麦の花、一面蕎麦の花です。可愛らしいよね。蕎麦の花って可愛らしいですよね。白くて、それも一面に全部広がってるのがまたいいよね。そうなんですよ。本当にもうすごいです。ここまで蕎麦の花ね。はい、ということで綺麗なお花もいただいたんですが、空は隙間からちらっと青空覗いています。うん、はい、東日本でも意外とこのように隙間から結びさしているところもあるんですけれども、はい、この後も雨が降りやすい状況続きます。雨の強まりにも要注意ですね。そうですね。はい、この後は東日本、関東や東北地方を中心に雨の降り方も強まる恐れがありますので、引き続き雨のエリア、また降り方も注目していきたいと思います。はい、今日は関東ね、また肌寒い体感も、ちょっと気温は昨日より上がってはいますけども、まだ続いていきそうなので、はい、昼間の時間帯です。まだこの体感も注目しながら番組をお届けしていきたいと思います。はい、はい、ではこの後14時からのアフタヌーン、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ここまで皆さんたくさんご参加いただきありがとうございました。この後も特に東日本や東北では雨の強まり、あと天気の変化による体感の変化もありそうですので、体調崩さないよう十分にお気をつけください。この後も素敵な時間を過ごしください。